視聴ありがとうございます。メイです。富士山の近くの河口湖の周りで車中泊2日目となります。こんばんは、眉毛なし子です。こんな感じで今日もゆるりとご視聴していただけると嬉しいです。6時3分です。今ここにお布団入れてるやつ、これはクッションにして使ってます。すごいいい感じ。よいしょって、すっぽりね、運転席のねところにこう足が、お尻がはまって、足も伸ばせていい感じです。よっと、こっちにかけちゃいます。眉毛がないので帽子かぶりました。よいしょ。でここからこれも出しとく。今日はおでんなんですけど、電気が足りないので、ガス、いやー、まだ電気あるからやっぱりお鍋にします。段ボールの3段ラップも出します。この日は独り言を言わずに黙々と作業しています。今日はセブンイレブンで買った高菜ビーフンと、小松菜のほうれん草。やっぱりこれ使います。これです。結構窓が開いてるし、大丈夫かな。なんでこんなに内緒話でお話ししてるかっていうと、窓を開けているので、少し、音漏れがすると思うんですね。で、こうやってカチャカチャしてたりしたら、やっぱり迷惑かなって思っているので、時間帯にもよるんですけど、まだ6時過ぎなんで大丈夫なんですけど、やっぱりカチャカチャ落としたらね、あれかなと思って、内緒話にしてます。ミスティンを使います。これにセブンイレブンで食材の調達をしたんですね。でもこのすぐ近くにねスーパーがあったので、そっちに行けばよかったなーってとこから後悔しましたけど、今日はおでんです。これを温めていきます。これこのまま入れたら飛び散っちゃう？あ、大丈夫でした。大丈夫でした。温まらないかな？温まりそうですね。ちょっと不安定ですけど。その間にお味噌汁にこれ準備してきます。これです。今日はお皿をこれと
汚したくないので、防水加工もあるので、そしてまた可愛いこれの上に乗せていきます。こんな感じで、このビーフンをですね、これに乗せていきたいと思います。ね、ご当地のねご飯とか食べたかったんですけど、ちょっと人が多くてね、人混みが苦手な私にとっては無理でした。でこれを振ったんですね。もう一回蓋閉めますね。いきます。よっ、ひっくり返して、これをですね、かぶせます。ん？これで、よっ。これで、こんな感じです。あ、意外とあったかくなってる。あ、すごい。あ、いけるかもしれない。このまま。すごい。これで温まるといいな。じゃあ今のうちにお茶も用意したいと思います。お茶入ってまーす。お口茶。これですね。ピパック。これにお茶を入れていくんですけど、今日はこれに入れていきます。よし、入れてお茶入れます。入れるだけです。いいかな。よいしょ。開けるわ、開ける。これに入れます。窓を開けてるんで大丈夫です。こっちに置いてるんですけど、これでで温められるじゃん。で、これでフライパンシート、出てこない。
よ。ライトシートで温められるじゃんね。これ熱いからこのまま手も出せないから、これで。あ、というかこのまま。これいきます。形綺麗だったのに、私は何をしていたしたいのか。あ、いいか、まあいいか。これで、熱い。絶対もう沸騰してますね。はい、じゃあこれを戻します。熱い。いいよ。じゃあ味噌汁入れます。騒がしかったので電気を消してひっそりと食べてました。うまくん、今日はこっちだね。クリーンくんとゴールドくんとみんなでお茶会するだにゃーん。あらまじ、あら、おいしそう。私、あんことホイップ大好きなんです。おやすみなさい。おはようございます。すごい、紅葉めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。水入れてきます。で、これで窓を今から開けます。おはようございます。くじ茶と申します。
お湯が沸いたらこれに入れます。もう開けとこうかな。よし、早速お茶入れていきます。これ食べます。お茶漬け。冷えたお茶もあります。お先にこちらいただきます。出しっぱなしにしてたからやっぱり冷たくて美味しい。それではいただきます。美味しい。わさびが効いてる。わさびとカツオのだし茶漬け。ごちそうさまでした。違う、そうだ、おやつあるんです。食後のデザート、チーズ蒸しパン、これですね。忘れてた。あれ、あ、こっちだ。美味しそう。久しぶり食べるこういう甘いもの。美味しそう。いただきます。朝のお散歩に行きたいと思います。道の駅勝山に来ています。野鳥たちのさえずりがとっても気持ちよくって、今のシーズンだとススキがとっても綺麗でした。車中泊の穴場スポットの道の駅だそうです。道の駅勝山さん、お世話になりました。河口湖周辺をドライブをしながら帰りたいと思います。朝の河口湖は平日だったっていうのもあるんですけど、人が少なくて
ました。高速を使っていきます。中央道の一つ目のパーキングエリアに立ち寄ってお土産を買いたいと思います。山梨と言ったら信玄餅なんですね。これは知らなかったです。なのでちゃっかりとこちらのパーキングエリアで買いました。ちゃっかりほうとうも買っちゃいました。信玄餅だけサービスエリアで食べたいと思います。山梨といったら信玄餅で、今からこれ食べます。とりあえず一つだけ見て、ネイルが取れちゃって、そうセルフネイルなんですけど、ネイルが取れちゃって、なんかもう温泉に行く気がなくなっちゃった。こういう風になってるんですね。いやーちょっと待って、お茶会したくなっちゃう。いやーちょっと美味しそう。はい、それではいただきます。どうやって食べるの？これきな粉が飛ばない？やっぱり飛んだ。あ、なにこれ、どうやって食べるの？切った。あ、やばい。どうしよう、なんかやっぱり器に入れないと食べれない。あー、これでいいのかな。切れてなかった。待って、これテイク2あり？あー、こんななってる。どうして？切ったんだけど。ちょっと待って待って、切れない。信玄餅って初めて食べるんですけど、わー、ちょっと待って、どうやって食べよう。このままいく？いきます。昔食べたことあるかもしれない、お土産か何かで。あ、美味しい。どうしよう、お茶がこれに入れてきてるので。でもすごいことになってる。これ、ね、先にググって食べ方を調べておけばよかった。よし、じゃあこれで、ね、今日の旅は、あとは帰ったら、帰ったらほうとうを作って食べたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。